大川氷河20歳アパレル勤務です。上がアンダーカバーで下が日本の50年代のヴィンテージを着てます。デザイナーズとヴィンテージを合わせるのがすごい好きで、まあ、その上でこう一つ一つアイテムが存在感出るように意識して合わせてます。アイテムの良さがなくならないように合わせてます。好きなブランドはアンダーカバーで、好きな系統はパンクテイストの服が好きです。もともと本が好きで、ストリートファッション論っていう本があって、たまたまそれを手に取って読んでからちょっとファッションに興味を持ち始めました。使ってる財布はディガウェルの財布で、選んだ理由がジップが可愛いっていうデザインで選びました。ローパー建造っていう建造の香水で、繊細な香りがすごい気に入って使ってます。学生の頃はただの衣類でしかなかったんですけど、今はこう生活するにあたっても自分をこう作っている一部になりました。結構古着が好きなので、次に狙ってるアイテムとかは特になくて、行った古着屋とかでいいのがあったら欲しいなとか、そういう感じです。アンダーカバーです。自分のテイストにすごい合っているので、一つしか着れないとしたらアンダーカバーを着たいです。パンクの DIY 精神っていう Do it yourself っていう考えをすごい大事にしてます。結構みんなさん尊敬してるので、唯一一番尊敬してる人といえば親かなと思います。好きで違う美容室に行くので特にはないですね。小説を書くことと絵を描くこと、音楽鑑賞とかです。好きな雑誌が文豪界っていう雑誌で、好きな本が火星に住むつもりかいみたいな、なんか小説があるんですけど、すごい面白い本で、漫画が最近始まった日本三国っていう漫画がすごい面白いです。好きな映画はちょっと考えたんですけど、一番好きなのがドラゴンボールの龍拳大爆発が好きです。ジンっていうアーティストの、まあ、ボカロなんですけど、サマータイムレコードっていう曲がすごい好きです。今後の目標は絵と小説などが好きなので、まあ、それになんか携わりながら前線で動けたらいいなと思います。サーモンです。この今自分が使ってるアカウントの他に、絵とか小説載せてるアカウントもあるので、フォローしていただけるとありがたいです。